えー、今日の話はあ「シェアしたがる真理」という天野明さんの本の中から、まあ、同明のお話です、えー、SNS というのは私たちの情報行動ライフスタイルそして価値観までも一変させてしまったとでその一変させてしまったんですけれどもそれが最近はですねもっと変わってきてるそれは SNS 上でのコミュニケーションが写真や動画中心になってきてるよという話なんですね でまあ、こ,のこのことをビジュアルコミュニケーションとよくここの中では言ってますけれどもその定義なんですけれどもビジュアルコミュニケーションというのはスマートフォンのアプリケーションを通じた写真や動画などによる意思疎通のやり取りのことをまあ言,うと、まあ、言ってすます、まあ、こういう定義だとで、まあ、その文字に比べて写真は7倍もの情報を伝えられる、まあ、これは インスタグラムだとかですね TikTok だとか LINE だとかですねもう本当に写真が多く使われてますまあ写真だけの場合もあったりしますね、えー、時代は、えー、検索エンジンで探すだけではなくてですね、えー、と今ハッシュタグをつけるというので、まあ、シェアするというのもだいぶ盛んになってきてるとで <laughs> スマホの普及というのはですねその世代の多くがですねカメラと高度なネットワーク接続端末を常に持ち歩くようになったということを意味しているとですからもうカメラというのはだんだん廃れてきてしまったわけですねコンピューターを持っているようなもんですねで戦争上でも文字中心のコミュニケーションも減少してビジュアル中心のコミュニケーションが盛んなっていく一つの変局点となった でキーボードで文字を打つ代わりに私たちはカメラを向けて目の前の現象を切り取って記録して加工して遊びながらシェアするようになっているということですね。まあ、ちなみに一番この写真の情報を持っているのは Facebook だと言われています。えー、自慢はあそれが承認されることによって中毒的な快感を生むというのはですねこの SNS を やる時にですね大体どこへ行ったとかですね旅行に行ったとかっていうことでこの自慢という本人はそのつもりがなくてもですね結局は自慢なんですね。そのことはですねなぜそういうことをやるかというといいねとかそういうコメントをもらえるといわゆるインタラクションをたくさん引き起こしてくれる SNS 映えの要素が 関係しているとインタラクションというのはですね、双方向ということですね、ですから、今までのテレビとかラジオっていうのは一方通行ですから、これは本当にインタラクション、インタラクティブなやり取りになっているわけです。ですから、今はメールよりもチャットのような使われ方が非常に多いわけです。じゃあ、今日、これで終わります。